こんにちは。AMD の 3D V キャッシュシリーズの最上位 CPU、Ryzen 9 7950X3D、そしてその他 CPU が発売されましたね。登場したばっかりで、ゲームの性能が伸びるっていうことは、結構スコアとか見てもね、もう出てると思うんですけども、ちょっと使い勝手がね、難しい部分もあるのかなっていうイメージでしたね。AMD がこいつ用に新しいドライバー提供してくれるんですが、そのドライバーがかなり重要になってくるらしいです。Ryzen 9 7950X3D、これが一番最上位で登場したばかりですが、7000番台 X3D は最新チップセットドライバーによって Windows が自動的に何の作業をするかによって 3D V キャッシュを効率よく活用してくれる。ここがポイントになるみたいですね。AMD の CPU の特性上、最上位にあたる Ryzen 9は、この CCD というところが CPU がね、2つに分かれています。今回 3D V キャッシュということで、CPU がね、あるところの上にキャッシュメモリが重なってるんですけども、ポイントはこの片方にしか重なってないっていうところですね。つまりキャッシュが増えている、重なっている CCD の部分と、そうでない部分があります。そしてキャッシュが重なってない方の CCX だけ周波数が伸びると、クロックがちょっと高く設定されています。というか、もともとこの 3DV キャッシュの CPU が出た時にベースとなるね、モデルから周波数がね、ちょっと下げられてるなんてことがありましたが、おそらく上にキャッシュを重ねることによってちょっと発熱とかしちゃうんじゃないかみたいなね、ことが懸念があったんで、その具合で差別化されている可能性がありますね。で、クロックが高いのか、このキャッシュが重なっているのかで、挙動が大きく変わってくる部分もあると思いますので、これを効率よく使い分けてくれるのが今回提供される新しいチップセットドライバーらしいです。キャッシュがより大切になるような作業では、3DV キャッシュが活用できない方は、クロック高い方が処理が速くなるから、乗ってない方のクロック高い方のコアに作業させて、高いコアのクロックが選ばれるっていうことですね。インテルの今、スレッドディレクターとかで、その大きい方、小さい方のコアをね、タスクをうまい具合振り分けてね、効率よくするみたいな感じもありますが、こういうアシンメトリーの CPU 構成になっているので、そういうタスクの振り分けっていうのが非常に重要になってきますね。まあ、これらの問題は 3DV キャッシュを持っているものと持っていないコアがある非対称の設計になっている 7950X と 7900X のみで、今回はそれがシングルの Ryzen 9 7800X3D も出てますが、こいつは関係ないでしょう。今いろいろベンチマークの比較が出てきて、まあ、かなりゲーム性能曲がってるみたいですね。まあ、CCD が分かれてる Ryzen 9とかやったらね、もうコア同士のまたぎでね、若干遅延発生したら面白いなと思ってますけど、まあ、それぞれ最低でも6コアずつありますからね、ゲームだったら大丈夫かな。で、いろいろベンチマークとかも出てきているんですけども、イメージとしては、なんか、確かにゲームのフレームはすごく上がってて、ゲームキングの座を獲得しているのかなっていう感じですね。なんか特に、ライバルとなる i9-13900K かな。それと比べて、まあ、結構いい感じの戦いなんですけども、今回 TDP が 120W になっているのかな。ってことで、まあ、ワッパ周り見てみると、やっぱり、Ryzen の方が、かなりいいんじゃないかなっていう感じだね。で、TDP120W にして、ゲームのフレームもね、めちゃ高いということで、イメージとしてはやっぱり特にゲーム動かすときとかは、無駄にクロックを引き上げているコアを使うよりも、このキャッシュが乗ってるやつを使った方が、まあ、効率よくね、ワッパ周りが良くなってるのかなっていう感じですね。で、最上位のこの 7950X の 3D が、16コア32スレッドということで、144MB もキャッシュ乗ってるんですかね。で、クロックが 4.2GHz ということで、Ryzen 9 の 7950X のレギュラーモデルから、300MHz 低いのかな。でも、ブーストでは 5.7GHz まで上がる感じですね。まあ、これが、だからキャッシュが乗ってない方やね。まあ、ってことで、全体で見ると TDP は、オリジナルから 50W 低く設定されてるのが。で、スコアいろいろ出てますけども、なんか全体的に 6% ぐらいかなっていう感じですよね。RX7900XTX と GeForce RTX4090 組み合わせで測定されてたのがありましたけど、7900XTX の時は約 5.6%。そして GeForce RTX4090 GPU では約 6% の性能向上になってましたね。ということで、だいたい 6% ぐらいで勝ってるって感じたのかな。で、全体的にまあスコア勝ってる感じやけども、ドライバー周りのこの 3DV キャッシュの方を選ぶのか、クロックが高い方を選ぶのかっていうのが、なんかちょっと弱点としては雑いような感じがしてて、というのは、まあゲームを起動すると、やっぱりゲームのフレームってキャッシュがある方が、上がりやすいから、キャッシュがある方のコアを選ばれるんですけども、なんかその選び方が、なんかフォルダの名前とかで選んでるみたい。例えば、フォルダの名前をアサシンクリードとかにしたら、ゲームじゃないアプリケーションでも、なんかゲームとして認識して動いちゃうみたいだから、なんかちょっと怖さはあるよね。
怖さというか雑さはあるよね。この CPU を買う人は多分ゲームを目的として買うから、BIOS から優先のコア設定できるんであれば、やっぱり、まあ、常にね、3DV キャッシュのコアを優先にできるように BIOS で設定してあげる方が無難かなと思いますよね。まあ、いろんなゲームとかのスコアを見ても、TDP120W になってるけれども、遜色ないですよね。で、ゲーム以外のアプリケーションも強くなってくれるとありがたかったんですけども、めちゃくちゃ伸びてるっていうのは結構少なかったですね。まあ、特に 7zip とか、ファイルの圧縮とかですね。まあ、元々内蔵キャッシュが多い方が有利になるような作業はめちゃくちゃ早くなってましたね。まあ、しかし、AMD Ryzen 9 7950X3D は、700US ドルと 529US ドルで出回ってる 13900K に比べて高いんですね。スコアと比較して比べてみると、価格が 30% 上がるんですけども、ゲームパフォーマンスは平均で 6% しか上がらない。価格が高いんで、なかなか手が届きにくいところなんですが、そのために、買いモデルにもね、3DV キャッシュを提供しますね。Ryzen 9 7900X と Ryzen 9 7800X。まあ、特に Ryzen 9 7800X3D が最もいいね、ゲーミング CPU の選択肢の一つになるかな。まあ、そういった CCD のなんか選択しないといけないっていう、なんかめんどくささもあるから、これを選んどく方が無難な感じはしますね。で、6% の差しか、まあ、13900K、に比べてないから、まあ、ゲームで考えてみるとね、ウルトラハイエンドの GPU を使ってその差だから、どうなんだろう。他のユーザーからもベンチマークの情報あって、公式から出たものよりも、タイトルによってはもっともっと差が出るっていう感じですかね。GeForce RTX 3090 との組み合わせで5つのタイトルで測定されていますね。一番遅延が発生しやすい、フルハイで 1080p の高品質設定ですね。で、限定されたタイトルであることと測定者誰か知らないんで、ちょっと疑い持ちながら見てみましょう。めちゃくちゃ伸びてるなって思うのはアサシンクリードで i9-13900K よりなんと 35% も高かったと。Ryzen 9 7950X レギュラーモデルよりも 40% 高かったらしいです。まあ、タイトルによってはかなり強いですよね。5つのタイトルを平均化すると 11% ということで、タイトルが5つだから、まあ、少ないから、アサシンクリートのこの 35% はかなり引き上げてるって感じでしょうね。で、Ryzen 9 7950X3D はファークライでも強くて 32% で、オリジナルの 7950X に勝ちました。ライバルの Core i9-13900K はデビューしたのが 599US ドルでしたからね。それと比べるとちょっと高い感じはしますよね。まあ、性能はちょっと高くなってるんですけども、コストが高いということで、まあ、これでクリエイティブ作業とかが性能が上がればアドバンテージになるんですけど、見た感じファイルの圧縮以外はそんなに伸びてなかったので、とりあえずワッパ周りを考慮すればすごく利点はあるのかなっていうイメージの CPU です。ただ特に最上位の 3DV キャッシュモデルはそういう、まあ、ドライバー周りのね調整、まあ、ゲームとしてちゃんと認識してくれるのかどうかっていうのと、ちょっとねファイル名でね認識してるっていうのが、まあ、それだけじゃないらしいんですけどね。 Xbox のゲームバーとかでも認識はするんですけども、まあ、ファイル名で選別とかね、まあ、結構面白い感じの分け方してるなと思うんですが、まあ、ちゃんとそのあたりがね動いてくれればパフォーマンスのいいものが作れるんじゃないかなって感じだね。で、まあ、今後今年、これからのね流れで言うと、ライバルであるインテルは次は14世代メテオレイクかな。で、最近ちょっと悪いニュースで14世代のねメテオレイクがもしかしたらデスクトップ CPU 来ないんじゃないかみたいな、なんかちょっとうまくいってない、理由はわからないんだけど、なんか次のインテルノードがもしかしたらうまくいってないんじゃないかみたいな見方もあるみたいで、もしかしたらね今年最悪、なんか今年というか次の14世代はノート PC 用だけで、モバイルだけでデスクトップ CPU が来てもねミッドレンジぐらいまでしかないんじゃないかっていうちょっと嫌な予想もあるので、まあそうなるとね最近ちょっとインテルもいい感じで価格落ちてきたんだけども、ちょっとどうなのかなっていう感じになるね。まあ、ということで今回は AMD のね本命 3DV キャッシュのね本気モードの CPU が来ましたので、ちょっとね見てみました。まあ、確かにゲームのフレームはめちゃくちゃ上がってるなっていうイメージでしたね。でもぶっちゃけもう最上位のウルトラハイエンド GPU で 6% とかの上がり方やから、正直まあ 3060Ti とかそのあたり落ちちゃうともうほとんど意味ないよねっていう感じになるから、ほんま金持ちの遊び